ギフト企画やっています。詳しくは概要欄をチェックしてください。皆様発展、視聴者に怒られました。ですね、こんなコメントが来ていたんですよ。イッチでやれクソガキ、今年24歳のクソガキ、絶対にパソコンで撮り続けることをここに誓います。よっしゃ、お前なんかの指示に誰が従うか、この野郎、黙れクソガキ言い過ぎかこれは今回なんですけれども、今回もね、現時点でまた紹介されていない経験値マップってやつをね、いくつか紹介していきたいと思います。海外の人をね、すべて参考にしておりますので、レベル上げたい方はね、最後まで動画を見て試していってください。おそらくね、まだね、日本人で紹介してる人あんまりいないんじゃないのかなというマップばっかり紹介するんでね、よろしくば本当に最後まで見てってください。そしてね、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。最近滑舌がより悪くなってきてる気がするんだよな。動画を見る前にクリエイターサポートよろしく。アイテムショップ右下でコード TETTUN 大文字でTETTUN てっつんでよろしく。僕幼いやつがいる？いねえよな。さてと、今回もね、クリエイティブでやっていきましょう。さてと、やってきました。今回はいくつマップ紹介できるかな。2つか3つくらい紹介できればいいなと思ってるんですけれども、まあ、それもやっぱ動画の時間だね。まあね、いっぱい紹介できるようにね、サクサクと紹介していきたいんだけれども、マップのね、紹介となるとね、興奮してね、めちゃめちゃに喋りすぎちゃう可能性があるから、そこら辺はマジでごめん。それじゃあ1つ目のマップ紹介していきたいと思います。1つ目のマップのコードはですね、35042862588 4、こちらでございます。 DR ファイアレッドバーサスブルー2022、こちらでございますね。 DR ファイアっていう読み方なのかわかんないんですけれども、 DR ファイアっていうのはこのマップの制作者さんなんだけど、前にもね、このマップの制作者さんのマップ、言いにくいな、はね、紹介したんだよ。この人のマップはね、非常に良きよ。あ、出てきた。よっしゃ、それじゃあやっていこう。いいよ、いしょ、ういー。バージョン14で合ってんのかな。ちょっと海外の人ね、たまにね、このね、上のバージョン見えない人がいるんだよね。これで合ってるかわかんないけど、一回やっていきますね。よいしょ、これでゲームスタートっていう。ああ、ここ来た。ここに来たら、to support me っていうのがありますので、よいしょ。ここでね、サポートしてあげましょう。僕を、TETTUN をサポートしてあげましょう。よいしょ。最低だな。まあ、これをやりましたら、次はブルーにリスポーンします。よいしょ。で、そのまままっすぐ進んでいただきますと、ここに出てくるわけですよ。ブルーバーサスレッドのところに。これ別にブルーにリスポーンしなくてもよかったな。どっちにリスポーンしても大丈夫だわ。まあ、そうするとね、ここにね、金庫があるわけですよ。まずはそこに向かいましょう。よいしょよいしょよいしょ。で、ここに来たら、金庫の上に乗りまして、この金庫の右端のところに行くと、あっ、これがね、あるわけでございますよ。これ多分顔文字だよね。なんか海外の人ってさ、なんか横から見た顔みたいなやつやるよね。これも多分横から見ればね、今ね、顔になってると思う。編集で僕がやってるかどうかわかんないけど、多分ね、めちゃめちゃ口パッチみたいな顔をしているのがわかると思う。口パッチってみんなわかるかな？もしかしたらもうたまごっちって世代じゃないのかもしれないけど、まあいいや、そんなことはどうでもいいんだ。まあこれ押していくと、小道具プロセッサーが手に入るわけでございますよ。もう手に持ってるでしょ、これ。で、このね、小道具プロセッサーを、この後ろにあるね、ちっこいアヒルがあるんですよ、ここに。これになりましょう。あら、かわいい目。で、こうやってちっこいアヒルになったらね、ここにね、めちゃめちゃにちっちゃい隙間あるんよ、これ。こんなん気づかんよな、普通にやってて。ここに入っていきますと。あー、ちょっと、あれ入れない。よしよし、入れた入れた。入っていくとね、ここにね、恐竜があるんですよ。そして、これで戻って、恐竜に近づくと、出た。Secret XP。これをね、押していくと、ここに最初のところにリスポーンして、これでね、無限 XP でございます。あとはもう完全に放置で OK。まあ、僕みたいにね、こんなね、レッドバーサスブルーをやらない人は、もうね、ここら辺でね、放置しておいて OK です。てなわけでね、このマップはね、これで以上で。なんか移動したんだけど、何これ。これに関してはね、私ね、全く何も知らないので、紹介はしないんですけれども、誰かに知ってる方いたらね、コメントかなんかで教えてください。はい。え、めっちゃびっくりした、今。ここ多分ね、パスワード3桁打つんだと思う。パスワードこれかな？最高！これでしょ。ハズレっぽいわ。ハズレっぽいわ。あ、これちょっとわかんねえわ。まあ、とりあえず。このマップはこれで以上でございます。私が紹介できるのは。これね、多分ね、誰かが紹介してるでしょう。まあ、そんな動画とかがあったら、ちょっと教えてください。というか、普通にわかる方いたら、このパスワードなんだよっていうのをコメントに教えてくれれば、もしかしたら僕は紹介するかもしれない、それを。ってなわけで、じゃあもうハブに戻りますか。ただいまー。え、それじゃあこのまま二つ目のマップコードも紹介していくか。二つ目もね、割とね、あっさりめで終わるコースだとは思う。そうそう、そんなね、ここにも無限 XP あるよ、ここにも無限 XP あるよとかっていうマップじゃないからね、サクッと紹介が終わると思う。じゃあ二つ目のマップコード発表していくか。二つ目はですね、16333924653、こちらでございます。 1v1 ブレッドファイトでビュービュービュー戦い、こちらやっていきます。このマップはね、前にね、紹介したことがあると思う。2回くらい紹介したのかな。もうね、最近ね、なんかいろんなマップ紹介しすぎてね、どのマップを何回紹介したのかっての忘れちゃうんだよね。
そう、海外の人の動画を見ててもさ、これ紹介しようって思ってさ、動画見てさ、高評価しとくやん、一応。で、後でその高評価した動画見て、ふと思うんだよね。あれこれ前紹介したなーって。マジでそんなのばっかなんよ、最近。物忘れが激しいよ、おーおーおーってなわけでやっていこう、おー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 。だってやってきました。あ、バージョン46だ。海外の人バージョン45でやってたけど、これでもいけるかな。一回試してみますね。ペン、ペン、ペーン。さてやってきたら、ここで、レスポン。押して、ここに行きましょう。そしたらね、このリスポーンしてから左の方にね、この足が速くなる的なやつがあるんですけれども、これの外側のここら辺を見るのなのかな、なんかねしてたんだよね。ああ、なんか移動した、なんか移動した。何やった今俺、何やった今俺。ちょっと待って、一回もう一回戻ろう、よいしょ。見ましたか今。待って、今ボタン連打しながら歩いてたからさ、もしかしたらボタン押しちゃったのかもしれないし、ボタン押さなくてもいけるのかもしれない。一回これボタン押さないでいくね。ああ、ボタン押さなくてもいいよ。あそこら辺を歩いているだけでここにワープします。で、そうするとね、ここにね、いっぱい卵があるんですよ。で、このね、いっぱいの卵の中からフィッシュスティックの卵を探してください。どこら辺にあるんだろう。意外に探すの大変だねこれ。多分一個だけにフィッシュ、あった、一個だけにフィッシュスティックの卵があるのよ。あったあった、ここら辺に、あったあった、インタラクトがあるんですよ。フィッシュスティックの卵はね、割と中央にあるのかな、割と中央寄りのところにフィッシュスティックの卵がありまして、そこのね、横にね、インタラクトがあるんですよ。これを押すと、ここのね、最初のところにワープしてきて、これで無限 XP でございます。あ、これ結構経験値もらえるね。いいね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 。なんかさ、さっきさ、あっち側でやったじゃん、左側のなんかダッシュ版っていうので試したんだけどさ、右にもあったんよね。これ右でもいけるのかな、一回試してみるね。右にもあるのかどうか。あ、右にはないね。左だけだわ。今のね、経験値取得方法を試す場合には、このね、こう、スポーンってこっちにリスポーンしてきてから、左側のダッシュ版の方に行きましょう。待ってるわけで、じゃあ戻りますかね。また来たんだけど、知らないとこ、嘘でしょ。ねえねえねえ。何、え、本当に知らないんだけど、ここも。また、これかよ。またパスワードだよ。え、今俺、何やった？バンパーに乗っただけなんだけど。マジで何もしないよ。最高！外れ！帰ります。はい。ここもね、なんか知ってる方いたら教えてください。はい。なんか知らんの2つも見っけたな。まあ、多分さっき紹介した知らん2つはまあね、近々ね、動画で紹介すると思う。さすがに俺だってめっちゃモヤモヤするもん、あれ。3桁のパスワード何なんだろうなーって。まあ、今回はどのマップも無難にいいんじゃないのかなと思う。ぜひともね、試してみてください。はい、いかがだったでしょうか。このチャンネルではね、このようにフォートナイトのね、攻略に役立つような情報を多めで動画を発信していっておりますので、よろしければね、チャンネル登録、高評価、コメントとかね、よろしくお願いし、よしよしよし。あ、あと通知もだ。通知もオンにしてくれたらめっちゃ嬉しい。本当に最近ね、僕が動画投稿して自分でね、動画の確認をする前にもうコメントがついてるんよ。あれね、めっちゃ嬉しいよ。いや、びっくりするけどね、早くねって。いつ投稿してもね、マジめっちゃ早くコメントくれるんよ。あれ嬉ぴってなわけでね、皆さんね、ちゃんとね、通知オンしてくださーい。まあ、それじゃあ今回はこの辺でバイバーイ。いや、今レベル45だし、そろそろちゃんとレベル上げないとなー。